マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発は右の遠藤、対するライオンズの先発は右の高橋光成、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の遠藤マウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは金子。はい、第9球、外角低め、外れてボール。第2球、打った、切れていきます、ファール、アウトロー、スライダーは外れてボール。投球これから4球目、打った、田中下がっていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田。第9、投げました、完全に外れた、ボール。投げた、ストレート空振り。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目、ボール。第5球、投げた、チェンジアップはボール、インハイへ。第6球を投げた、チェンジアップ、見逃し三振。バッターは3番森。第9、投げた、変化球、アウトコースへ外れてボール。投球これから2球目、打ちました。カープここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打ちました、セカンド左への打球、一塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。エンド、今日は上々の立ち上がりです。右の高橋光成マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは野間。第9、投げました、外れた、ボール。第2球、投げました、外角低め、見送ってストライク。第3球を投げました、打った、これはショート正面、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番菊池。第9、投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球、投げました、空振り。第3球を投げた、打ちました。さあ4球目、ストレートはボール。第5球、投げた、ボール。ライオンズここは引っ張りに警戒します。第6球を投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球にやられました。左バッターボックスには西川。背番号63。第9、アウトローを見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、投げた、アウトコース高め、ボール。第3球は3球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を打ちました、取りました、これでスリーアウト。高橋光成上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山川。第9、投げた、初球引っ張った、レフトの左にボールが上がっている、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者栗山。第9、投げました、初球から打ってった、ファール。投球これから2球目、打ちました、中村落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番外崎。第9、初球見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、打った、ライトフライ、飛距離は出て取ってアウト、スリーアウトチェンジ。エンド三者凡退に抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木。第9、アウトロー際どい球、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げました、インロー際どい球、ボール。さあ4球目、低めストレートは外れてボール。次は5球目、鈴木選んでフォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。背番号10。第9、投げましたストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ストレートはストライク。追い込んで投げた、見送ってボール。次は5球目、内角低め、空振り三振。バッターは DH の松山。背番号55。第9、投げた、初球はストライク、いきなり150キロ。第2球、投げた、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、3球目空振り、少し迷ったか。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9、投げました、打ちました、初球打ち、センターへ持っていった、これはヒットになります。林、いいバッティングを見せました。カープ先制のチャンスを迎えます。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ちました、引っ掛けた、三遊間の打球、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。カープ二塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは中村。第9、直球ストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、おっつけて打つ、ライナー、中村ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、投げました、初球空振り。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、バントした、ピッチャーの左へ転がした、ボールを取る、ピッチャーから一塁送球、アウト、ランナー二塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。第9、投げた、決まった、ストライク。第2球スライダー、ボール。投げた、チェンジアップはストライク。さあ4球目、内角ボール球打った、ピッチャー真正面、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9、投げた、外角高め、チェンジアップ外れてボール。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球は3球目ストライク。第4球を投げました、打った、1、2塁間への当たり、セカンドこれは守備範囲、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。
遠藤、ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0です。カープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番田中。第9球投げました。初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました。流し打ち、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って野間、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球高速スライダー、ボール。第3球外角高め見送ってストライク。第4球を投げました。きた、右中間、一投入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、右中間スタンドに突き刺さった。渾身のストレートを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは2番菊池。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第1球投げました。高速スライダーはストライク。まずは見送りました。初球ストライクから見送ってボール。第3球を投げた、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール。次は5球目、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目投げた、打ちました、ファールボール。投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った。外崎軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番西川。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、決まった、ストライク。第6球を投げました、よく見た、フォアボール。ここはよく見ました。バッターは4番鈴木。最初のバッターボックスはフォアボール。第1球投げました、危ない球。第2球投げた、打ちました、二遊間、ライナー破っていった、センター前ヒット。鈴木、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました、ボール。第2球投げた、ストライク。第3球危ない球。第4球を投げた、打った、レフト落下点、掴んで、これで3アウトになります。序盤終了しまして1対0カープ先制点を挙げています。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは源田。第9球投げた、危ない球。投球これから2球目、ボール、アウトコース高め。投げた、直球ストライク。第4球を投げました、打ちました。第5球投げました、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番森。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。ボール、まずは低め。投球これから2球目、変化球ストライク、インハイへ。第3球を投げました、チェンジアップ、空振り。第4球を投げました、変化球、空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、ボール。まずはインハイ。第2球見送ってストライク。
投球はこれから3球目。ストライク、追い込んでいます。